政治家、工学者、工学博士。専門は、海洋工学。元日本社会党衆議院議員。東海大学創立者、松前重吉の三男。日本対外文化協会上無理事を務めた。東京都武蔵野市出身。早稲田大学理工学部電子通信学科卒業。1957年、NHK に入局。放送技術研究に従事。 実験用放送衛星やビデオテープ、自動編集方式などの開発に取り組み、後主任研究員。1982年に退局して、東海大学教授に就任。1983年、第37回衆議院議員総選挙に、旧静岡一区から日本社会党を公認で立候補し当選。以降、4期務める。衆議院議員時代は、社会党、 シャドウキャビネット官房副長官、細川内閣優政政務次官などを歴任し、1996年に政界から引退。2005年、朝日中受賞受賞。2006年6月5日、胆管癌のため、神奈川県伊勢原市の病院で死去。70歳没。死没日をもって14位に除される。日外アソシエツ現代人物情報より、 日外アソシエイツ現代人物情報より、日外アソシエイツ現代人物情報より第136回、国会法務委員会制千1650号。ありがとうございます。